もともと前職美容師をしてまして、で、仕事を終えた後に、自転車で、帰宅中ですね、うん、に、後続の車にひかれたということを聞いています。その警察の方に聞いたら、まあ、酔っ払いにひかれましたと。で、後ろから猛スピードでひかれているので、20メートル以上飛んでますと、うん、いう感じだったんですね。で、首の骨を医師からは、2箇所折れてますというふうに言われて、まあ、申し訳ないですけど残念ながら寝たきりの可能性が高いというふうに言われてました。それが、僕が事故の経緯というかっていうような状態の形です。それが5年前になったんですね。そうです。骨盤の骨をここに植えて、プレートで留めてる手術をしていると。あ、手術してるんですね。はい、そういうの、いう話は聞いてます。はい、でもそれもその手術をしないともう生きられないんじゃないかというか、死んでると思います。それであれば、はい、手術をしなければ。右手を、右手に関しては、まず前はこういう形で上がらない。前に上げるとちょっと震えてくる形です。そうですね、力が妙に入るような感覚なんですけど、ね、下ろしてもらって、はい、今度は横に、向こうもこんな風に出すと OK ですね。はい、下ろしてもらって、これ自分の中でこれ右足がもう力が入らない感じ。あの右足の方が遅いっていう感覚がすごく、うん、遅れてくる感じ、はい、ほぼほぼ何もできなくなったっていう感覚は非常に強いですね。あと、まあ、強いて言うならばペットボトルがめちゃくちゃ開けづらい。あ、今そうですね、握力5キロってことはペットボトルの蓋とかは開けられるんですか。まあ、足に挟んで開けますけど、立ったまま開けろとかあるじゃないですか。あ、まあ、もちろん右では無理ですよね。無理ですね、多分絶対無理やと思うんですけど。OK です。もう開いてるのでも開けれないですよ。OK です、 OK です。ありがとうございます。はい、まあ、うちではまあそういう症例の方たくさんいるので、はい、で、まあ、もちろん病院ではもう、ね、無理だって言われてる人がたくさん来てくれてて、はい、良くなってる症例はたくさんあるので、はい、可能性としては十分あると思うので、はい、はい、ありがとうございます。はい、うん、OK、下ろしてもらって、今度は反対、OK ですね。はい、今やってなかったらやっぱり一番自分の中で上げにくいのは、上げにくいのは前ですね。前ですか。はい、これは一番の、はい、そしたらこの状態でここで止めることはできますか。できないですね。はい、 OK ですね。これをグーしてもらって止まらないですね。 OK ですね。右の方がだいぶ短いの分かりますか。はい、短いです、ね、これはだいぶとね、結構違いますね。これかなり、まあ、ずっと、まあ、右が5年間、うん、使えてない状態なので、うん、自分でも感じてると思うんですけど、はい、はい、もう完全に短いな、ね、うん、まずこの足の長さを揃えるので何も痛いこと何もしないので、はい、力だけ抜いておいてください。何も怖いこともしない。これですね、手術なんとも、そうです。はい、あ、はい、ちょっとね、シャツに今生きてるのでちょっと感覚が分かりにくいですけど、よいしょ、これで足が分かりますか。え、なんで。分かります。分かります。分かります。分からないです。揃ったことは分かってもらえますか。揃ったことも分かるんですけど、え、なんでっていうの。これまあ一応脊柱からのアプローチだけなんですよね。ちょっとゆっくり立ってもらっていいですか。はい、こっちの手をこうグーしてもらっていいですか。はい、キープしてもらっていいですか。すごい、すごい。さっきはこの状態ではキープできなかったですよ。はい、戻して戻して、ちょっと自分で上げてもらっていいですか。上がる。すごい。嘘。すごい。
下ろしてもらっていいですか、下ろしてもらっていいですか、前上げてもらっていいですか、え、上がる、あえ、これできなかったんですよ、本当に、まあ、さっきの映像残ってるんで大丈夫、杖は どうしますか、大丈夫ですか、多分なしで大丈夫です、おお、でも歩ける、すごい、右手が動いてるのが動いてます、動いてます、さっきは右手をこうですよね、はい、今あの連動してますよ、おお、すごい、だいぶと感覚違います、違います、これができない、これを練習するんですよ、はい、それができなくて体の仕事、今僕その練習をさせてないじゃないですか、はい、でもその動きができるように神経がちゃんとつながるように今刺激を送ったんですよ、結構今すごいですよすごい、もう普通に今手も踊りす、今すごい自分がふっと動いた時に手が動いてるっていうことがすごい不思議なんですけど、手何も触ってないんですよ、はい、すごい、全然動くすごい、手が今はい今は大丈夫です普通ですよね、多分周りの人がいたら多分明日多分会社に行ったら、はい、多分みんなびっくりするから、いやーすごいすごいこれが上がるっていうことがすごいんですこれはちゃんと反射を使って神経ちゃんと電線で言ったら電線がちゃんと流れるように、はい、電気が脳からの目がちゃんと流れるように、なんで上がるんですか、てかすごい上がってる上がるのが普通なの、あ、まあ、痛くて全然上がらなかったんです。先生、拘縮とかでも全然この刺激だったら問題ない。これちょっと最初はもう完全拘縮ですよね。これはね、拘縮も起こっている。だから神経麻痺だけじゃなく、神経麻痺が起こってて神経が働かない。働かないから上げれない。で、上げられたら痛い。で、その状態ずっとしている。だからもう拘縮も送ってしまう。麻痺も拘縮も同時に解消できる、今のはそうですね、うん、同時に解消しているので痛みなくて、うん、痛くない、受けてる感じどんな感覚ですか、難しいかもしれないですけど、受けてる感じは違和感ですね、今まで上がらずに痛みがここでは 100% 出てる場所なんですよ、で万歳なんて全くできてない状態なので、なぜ今僕が万歳をできてるのかがすごく不思議なんですまずありえなかったですか、こんなに上がる、はい、そこまで上がるまでにもう痛みが強く、多分今までだった悲鳴上げてるレベルですね、その手前で多分悲鳴上げてるんで、多分間違いないです、はい、多分この辺で悲鳴上げ て、はい、もうこの辺でやめてもらっていいですか、はい、っていう感じ、力の入れ方がもっと分かれば、ここも上がってるんですけど、5年ぶりなんで力の何ですか、分からないんです、そうなんです、自分でね、はい、そうなんです、何年かぶりにこんだけ上がるとかね、はい、間違いなくほぼ完全に上がりますね、だって何年かぶりにこの1回でこんだけ上がってるんだから、はい、あ、でも先生の中ではもう完全に腕はもう上がると、上がります、めちゃくちゃ嬉しいです、すごい、絶対上がらないとおかしいです、こっちも上がると思う、もうなんかついてます、ね、映像だとこっちの方がこれちょっと上げてくる、絶対上がりますか、おー、して手はもうちょっとかかるかなと思ったんですけど、手は思ったよりすごく早いです、動きます、うん、多分今だったら座ってもらって、はい、座ってもらってこれ多分開くと思います、こっちで、開く、すごい、普通に、え、すごい、でも足使ってないですか、ね、え、すごい、じゃあ本当に右手の力だけで開けてるってことですよね、右手で開けてますね、え、すごい、すごいこれできなかった、すごい、まだね1回目なんで、これからもっともっと、回復はしていく、だから
言えることは1回でここまで回復するっていうことはもう必ずもうほぼ、正常に近い状態までは行く可能性は高いです。僕の経験からは絶対行くと思います。いや行きたいです1回でここまで変わるなんてないです、ないです。今まで1回もなかったですこんなことは。どうでした受けてみて小初先生の修行。いまだにそうなんですけども、うん、本当にキプメに踏まえた気分でこんな気分なんだろうなっていう感じです。はい、なんか今まで何だったんだろうっていう感じがすごくありますね。めっちゃ鳥肌だわ私でもこの主義をこれから広めようとしてるんですけど、本当に小松先生の主義が、まあ、例えばその町の整体とかでも受けられるようになったら本当にこういう患者さんたくさん救われそうですよね。いやめちゃくちゃ救われると思いますこれは。本当に、うん、そうですね。やっぱしんどい人いっぱいいたし、で僕自身がその入院中にリハビリの方とかも見て会って話をしているので、そういう方がね知ればやっぱりやりたいでしょうし、うん、もっとひどい人もやっぱりいるので、うん、僕は知ってる中でもそういう方がね受けれる誰でも受けれるっていう風になったら本当これは奇跡だなっていう風に思いますからね。これからの人生がまだまだ希望が見えてきますからね。そうですね、本当に思います、うんうん、できたらね。でもまあもともと美容師さんなんで、まあ、もう一回切りたいしたいですね、はい、それをだから今までの目標はさっきの状態を少しでも良くしようと思ってたんです、うん、次の目標はもう一回美容師として髪を切るっていうことですね。はい、うん、したいですね。それも全然指先の神経まで、ね、指はちょっとやっぱり小さいのに神経もあれなんで指の方が時間かかると思ったんですけど、僕が考えているように指に関してはすごく早かったです、うん、いろんな今までできないことをやっていきます。はい、はい、ありがとうございます。小初先生の資料ちょっと難しいんですけど一言で言うとしたらちょっとどんな治療法だなと率直に思いましたか。もう正直奇跡だと思いました。自分の中でできなかったことをやれなかったことを諦めたことがまた可能性として出てくる、でそれをできるって言ってくれる先生に会うっていうのは本当に奇跡だなと、はい、思います。いやもう本当杖なしでちょっとみんなにびっくりしてもらってください島田さんにも、はい、ありがとうございます。すみません、はい、ありがとうございます。ここですね、ユイットさん。この中に多分じゃない、いると思います。あ、こんにちは。久しぶりです。よろしくお願いします。ありがとうございます。久しぶりに来ました。はい、ありましたか。こちらへ。はい、どうぞ。今も、まあ、ふっと練習してたんですけど、だいぶハサミが動かせるようになったという、うん、っていうところがあったので、まあ、職場復帰という形でもうお店の方にも立たせてもらって、うん、ちょっとお手伝いをしながら、まあ、2、3回しかやってなくて、はい、この美容室に復帰できるっていうことは思ってました。正直そうですね、そこまでは期待はしてなかったです。そこまでっていうのは、美容師に復帰っていうか、まあ歩け、まあ、普通に歩ける、うん、で今走れるっていうこと自体も多分思ってなかったです。思ってないじゃないですか。小走りができる時点で今1年経ったから多分、はい、ちょっと感じ違うかもしれないですけど、はい、うん、自分の中では含まれたなっていう本当にあります。なちょっとせっかくなんで、はい、行っていただいていいですか。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあこちらへ、はい、お願いします。歩くのも全然ね、もう普通ですよね。もう全くだから最近入ってくるときに気づかなかった
よかったです。全く普通ですよ。はい。本当にね、1年前に復帰できるって言って確かに実際に切ってもらえるようになるのはなんか嬉しいですね。整えるぐらいで大丈夫です。はい、お任せしますよ。はい、最初切ってる時にそんなに切れてないかなと思ったけど切り終わったらやっぱり全然、はい、全然違いますね。案外切ってます。いや全然、はいはい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。めっちゃ軽くなりました。ありがとうございます。普通の人生送れるってすごい幸せなことですよね。すごいことなんですよ。本当に日常生活がちゃんと送れるって本当にすごい。人生取り戻した。